はい、どうもショータイムゴルフです。はい、姉ヶ崎カントリークラブに川崎翔プロです。お願いします。もう一人ここのクラちゃんの方が、で最初の前半が、うん、4人で個人戦をやりまして、はい、でその1位と4位の方が後半でチームを組んで、うん、結ばれて2位と3位も同じチームでやっていくという感じで、クラちゃんの平野さんです。はい、3回目ですね。お願いします。はい、ということで頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。はい、200でも凍ってるかな。6あ、ぶん投げたボール、やべえ、最下位タイになっちまった。わあ、なんだよ連続ダボって。最下位の座譲らない。最下位の座譲らない。なめんなよ、俺だって譲らねえよ。5あと3ホール残り3ホールでしょ。そうばボギーペースじゃねえか。うまい、めっちゃ良い、いいね、プロみたい。プロちょ弱いから当たってないわ。あー弱いな、ちょっと弱い、うん、昔はね、まあ、弾道がプロだったね。今昔はああいうボールが良かったんだよね。今はダメなんですか。こういうボール、ね、時代遅れ。今はねこうだけどね。うーん、お右行った。あ、ちょっと今風すぎたね。あ、でもいいとこだ。なんかバックスイング、あっちは寄る。バックスイングが変なのかね。今日天気あれ、さっきまであんな晴天だったのね、うん、スコアと一緒だ。うまっ、めちゃうまい毎回言ってるわ、うまって。うまいわ、ナイス。うわ、止まってくれい、止まる。あ、やっぱ大きい、6行っちゃった。6、ちょっと待って、うん、おりゃ、オッケー、ん、呼んだ、え、違うよ、またカラスがあいつ、よかったよ、カーでアホって言われねえね。ね、お、右からちょっと戻ってきてるよ。あ、乗った。おー、ナイスオン、ナイスオン。ニアピンだ。久々にパー取れる。あ、ニアピンはあれ一打減らしてくれる。マイナス一打。いい、じゃあ5オーバー。シックスオーバー。俺今シックスオーバー。あ、プロは、え、シックスオーバーだけど。尾崎プロ、ちょっと調子悪いね。スロちゃんが強いんだ。うん、うまこの寒い、ね、同じティーから。これやってる時さ、うまいよね、うん、うまいね。え、でも普段うまいじゃん。普段普通。普通、うん、今日はうまい。今日うまいね。今日に合わせてきた。そう、標準を合わせてきたの。標準合わせた。やっぱ違うね。そう、俺らそれができないからね。あ、そうそう、上り別に合わせたんだよ。そうそう、さあ俺らは昨日は調子良かったんだけどって。あ、俺もそう。あ、俺昨日も88だわ。おー、ニアピン、ナイス。あー、サンキュー。プロもどきの、うん、プロっぽい、プロっぽかったね、今プロっぽい球だった。え、昨日どこ回ったの。昨日セベバレステロス、茨城の。あ、言ったね、うん、セベバババ、なんて、そう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 、セベバババ、セベバババババババ行ってきて。お、そんな技があるんだ、なんだそれ。ちょっと弱い。ちょっと弱かった、食われすぎたね。なるほどね、熟練の技だね。あ、買った。あ、プロらしい。凍ってる。大丈夫です。ゴー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 。弱い。まあでもあれどうせ入んだよ。うん、多分俺がパー取る確率の方が低いと思うよ、しほちゃん。うん、おー、おし、ナイスパー、ナイスパー、ナイスパー。あー、久々にパー取れた。そうね、うん、ボギーペースから抜け出した。ゴー。あー、弱いか。オッケー、残すはプロ2人。何あのマーカー。何それ。
何傾斜が分かんの？いや分かんない分かんない分かんない、全然分かんない。何が分かんの？え、何も分かんない別に。あ、本当？でかいマーカーで。シンプルなマーカー嫌いだったっけ？そうそうそう。これまっすぐか。引っ掛けてね。あれ引っ掛けてるね。オッケー、マーカーが意味なさなかった。やべ、セブンオーバー。え、なにこれ。プロ。いい、これがプロだよ。イエーイ。ウーマ。ウーマ。ナイス。イエーイ。女子プロにさ、うん、同じ T からやってさ、9打差よ。俺8打差。まあまあ、最初はこんなもんでしょ。そうだね。新年。新年ね。新年初ラウンド？うん、2回目。2回目？最近俺ロッテ傘行ってるんだけどな。全然うまくなんね。さあ、クラちゃん。ナイスショー。超える？完璧。すごい。あのカート道の上、完璧だわ。うん、めっちゃすごい。じゃあ先。じゃあプロ。どうぞ。プロにすげって言われてす。嬉しいな。え、というかプロに圧勝してますよ今。確かに。うん。あ、そうはこっちもプロ。新人プロ。こっちもプロですよ。あ、言われてっぞ。ちょっと本気出さないと。本気出そう。ショータイムの唯一のプロなんだけど。おー、ナイス。おー、ナイス。なんか雲がさ、うん、トイストーリーっぽいね。トイストーリー？うん。ちょっと表現が独特すぎて全然ついてる。ちょっと独特だよね。雲がトイストーリー？うん。ちょっと汚いけど。これがトイストーリー。あったー、バンカー、この世の終わりバンカー、あれやばそう。あそこ高くしちゃったからバンカーってね。そうなの、やばそう、あれは。わお、いい、これナイス、サンキュー。超えた。うん、すごい。今プロっぽかったね。うん、プロっぽい。ラグラグ。そう、まだ本気出してないから俺。ウォーミングアップだから前半のタイトルは。まだ寒いしね。朝、うん、早いしね。前半はウォーミングアップ。そうそうそう。そう、前半ウォーミングアップ。まだ9時だ。いくらでも打っていいから。前半は。そうだよ、前半はいくらでも打っていいんだよ。しおちゃん。ああ、本当。フェアウェイど真ん中俺じゃんか。うん、さすが。うん、お、俺あんな左行ってないよな。え、P 無理そう。これやばいね。だけど P しかないから P で行く。P で。うん。まだ170ぐらい。え、いけるかな。あ、ビビってもうた。ダフっちゃった。新人プロも大したことないですよね。お願いします。いいですか。あそこはあんまないか。平野さんが新人プロも大したことねえなって。舐めてんな。舐められたな。後ろ。はい、150。うん。9番。じゃあ大したショット打ってみようぜ。ちょい打ち下ろしだから140。いや大丈夫。いいよ。戻ってきた。あ、いい。はい、ナイス。はい、ナイス。ナイス。はい、ナイス。ナイス。大したショットだな。ありがとうございます。よいよい。Thank you。大したショットじゃん。これじゃないの、平野さん。これ俺か。こっから100。さらに飛んでんじゃん、あれより。すげえ、すげえ。340飛んでんちゃう。すごい。すごじゃあ私、56。はい、56。58でいっか。みんな負けてるよ。ごっぱちで。うまいね。右行ったわ。いい音するよな。ピシッと。おい、6。100弱、58。止まった。
お、いいかも。良い。わあ、いい。おナイス。これあんたプラスだったっけ、キャリーさん。プラス。1? やべえ、負ける。2?バーディーチャンスだね。あれは。うま。うま。おお。止まれ。ああ。カチカチ。止まった。うわ。勝った。クラちゃんうまいわ。ね。で何連覇ですか。ん？クラちゃんはでも1回取ればいいからほらサラリーマンは。ああまあ。うん。あとはね、皆さんに。譲る。そうそう。かっこよ。どう今年の、あ、去年か。関東クラブ対抗男女優勝したからね。へえ、うん。姉かんみんなうまいんだ。粒が揃ってる。すごいな。どこで見つけてきたんだろうね。ちょいフック。フックでしたよね。ね、なんか変なスライスみたいな。珍しい。食われた。こう刺して回すだけ。こう、うん、あ、すごい入らなかった。ボルダージュそうだね。あ、そんなもんかな。うん、もう OKOK。 セブンオーバー。ゴー。重っ。重っ。なんで、これ下りじゃねえんだ。はい。いい。オッケー。うま。あ、わあ、ナイス。ういす。やべ。相場。やべ。畜相場刺繍。ナイス。さすが。最後だ。最後だ。よし。あの曲がる箱置く？曲がらないよ。別に。あの箱？あ、全然。あれなんかある一つの数字ばっかり気になっちゃうんだけど、あれ置くと本当、うん、俺もですよね、うん、じゃあダメ。こう、おー、カメラマンやってくれるの。はい、え、今あれズーム覚えた。ズーム覚えた。え、これボール追ってるんでしょ。うん、そう。ちょっとそんな高難易度なことはできないわ。いいよ。うん、しなくていいよ、うん、どうぞ。え、見てる人に怒られるよ。うん、あ、いいよ。よし、はい、あげる。ああ、もらうんだ、うん、怒られたくない。よし、負けられない戦いがある。左ラフぐらい問題なしか、うん、あ、問題なし。問題なし。危ねえ。どの辺で打った。でも全然数字出てないと思うよ。この辺か。入ってる枠。いや、出てるよ。嘘。53.2。あ、マジ。おお。これ大丈夫そう。うん、大丈夫そう。1、2。チーピンすぎてキャリー250しか出てない。53で。うわ。いや、そう、今の早い。今振ったんじゃない。今ちょっと、うん。45.5。頑張ったよ。どう？早い。代理より早い。うん、代理より全然早い。だって細いもん。この辺にいいの代理ね、うん、これが来ると俺つ、あ、なんだよ、良くないんだよ。芯食ってないね。うん、ね。おお、いいドロー。49。早っ。49なの。冬にしちゃいいんじゃない、うん、いや、いい。おお。え、さっき私の距離出なかったんだよ。出たよ。出た。キャリーが238とか3とかだった。お、腰痛くなった今。49は超えないとな。そうだよな。あ、これ右のダボダニだ。もっと曲がった方がいいよ。もっと右行け。いや、翔太、見てみ。俺に曲げてんの。遅いし曲がってんの。いや、最悪だわ。プロってこんなもんか。でも4日間ですよね、最後ファイナル。うん、そうそうそう。優しい。でもファイナルの時良かったからいいじゃん。
確かに。ちょっと見てた私、そう。あ、見てたの？うん、内緒で。内緒で。ファイナル見てたの？そう、見てた。何のファイナル？あ、プロテスト？そう。プロテスト？うん。QT の方は？ QT なんか見たことない。やったの？でも終わった？終わってるよ。終わった？うん。いて。男子のさ、QT よくわかんないじゃん。うん。そうなんだ。え、でもまあまあさ、良かったですよね、プロテスト。まあまあまあ、そうそう。9位だったからね。9位？すごいね、え、すごいじゃん。これでもね、うん、何人通って？50人。おお。やる。50人も通んの？女子は？20人。はい。女子むずいよね。1日で遅れたら終わり。うん。女子レベル高いもんな。高いです。本当に。最近めっちゃ高いもんね。1回で受かった？いや、3回かかった。3回かかったんですよ、じゃないですか。でも、カット2アンダーだった、私たちの代。おお。え、カット2アンダー厳しくない？無理だよ。2アンダーってやばいね。アンダー無理だよ。私1個怯えたら危なかった。俺はちょっと自信がなくてエントリーできなかった。今年受けるもんな、うん。今年自信生まれるかな。ない。でもなんかさ、これでプロになれるのかっていうシーンは多々あるからさ。だって。何？いや、別に誰とは言わないけど。俺じゃないよね、別に。うん、なんか普通にさ、ボギーペース超えてる人でもさ、プロになれたりするからさ。そうだよ。勘違いしちゃうよね。全然なれるって。やるときやるんだよね。うん。そういう人が一発合格するわけじゃん。一発ってすごいね。ね。川崎志保プロファンネ、一言。明けましておめでとうございます。はい。今年もよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。はい。あるじゃん、あるじゃん。全然あるじゃん。え、全然あるじゃん、俺の。え、そこにあった。何、東大元暮らし。全然あるじゃん。あ、マジ出てきたんだ。気づかなかった。あ、怒ってた。まあいいや、とりあえずこっち先移しとか。128だって全然クラブ違うけど、まあいいわ。あ、こんなとこにある。全然あるやん。何番持ってきた？え、P98。 めっちゃいいとこにあるじゃん。P 貸して。いいよ。何やですか、大きいと思うよ。いや、いいよな。はい、こちらが。うまい。カン、そこでいいよ。うん。よい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 。そっからでいいよ。うん。135上り。これがプロか。よいよい。あ、やべ。全然違うとこズームしてた。よいよい。全然違うとこズームしてた。ピッチング化して。あそこさ、通ったのかい。通ったのに気づかなかったの。ね。多分。120ぐらいピッチング。そうね。え、これボールに向かってズームしてんの？あ、ズームしなくていいよ。え、そんな甘やかさないで。じゃあ絶対に捉えられるように。オッケー。はい。あ、なにこれ、なにこれ、なんか出てきた。うわー、ナイスオン。オッケー、ナイスオン。どうした？取れなかった。なんだって？なんか画面いっぱいに、ね、文字が出てきた。あ、いいかも。うまい。ナイス。素晴らしい。ショック。ありがとう。いいクラブだった。うん、クラブはいいんだ。うん、クラブはよかった。打つ人間の問題だよね。あとはね、取れなかった。何にも。ね、何が起こったの？え、なんかと張り切ってズームしようとしたら、なんか画面いっぱいに文字出てきちゃって。なんか出てきちゃったのね。多分ね、その辺映ってた。ごめんなさい、皆さん見てる人。悪口言わないで。これアンチ来るな。大丈夫だよ、来るもんね。初めてさ、やったのにさ。俺多分登録者の3倍くらいのアンチいるよ。みんな厳しいんだよ。もっとさ、優しくしてよね。しおちゃんに言う人いないでしょ、別に。しほちゃんのアンチいないでしょう。ゼロでしょう、うん、今のやつ怒られるよ。いや、多分それでもね、カメラ下手、あ、かわいいってなるんだよ、うん、なるなる。カメラ下手って言うんだったらさ、やってみてよ。逆切れ。先にいい、ね、強気だね。先に言い返しとく。あ、なんかレベル高いね。そうだね。俺のさすがに一番多くないですかな。今ピッチングで打っちゃったんだよな。いや、これ俺だ。それでかいね、うん、今、俺が6オーバーで翔太は7オーバー。ああ、プロ7オーバー。なんで俺、俺志保ちゃんと組もうと思ってたのに。負けられねえ。バチバチの戦い、うん。
あ、何やってんだよ。いや、めっちゃいいだろこれ。よくねえだろ。いや、めっちゃいいだろ。弱いだろ。入るだろ。クラブ一本にしたら、うん、目印なくなっちゃったら。弱っち。ゴー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 。オッケー。弱っち。ツオーバー。意外と行くんだな。ツオーバーうま。うま。ボール大丈夫。これもしスコア同点だったらカウントバック。どうしよう。どうすればいいかね。カウントバックにしよう。カウントバック。うん。じゃあ俺の勝ちじゃん。あ、そっか。うん。じゃあ逆転される可能性があるってこと。いいのそれで。な、別にいいよ。あ、やべ。要は。ノッケ。ノッケ。やべ。全然ノッケ今は。何してんのこれ。ゴルフで。今のはノッケーだね。ノッケー、うん、ノッケー。入れたい。あ、そういうことか。うん、まい。入った、入った。ナイスバディ。いやー、うん、もうすごい。ちょっと結局俺と翔太の勝負なんだ。こんなテレビに3アンダー。いや、2アンダー。あ、2アンダー。1個さっきボギーした。うわ、入れて。うまいな。入れれば負けはないってことでしょ。そうだね。入れてほしいよ。やりたくないよこのパット。怖い。おー、ね、外したね。あぶねー。最下位。最下位だけは免れた。うわ、新年一発目最下位かよ。最悪だわ。新年初の最下位。最下位決定。最下位決定。去年受かったのにな、プロテスト。でも後半大好きなしほちゃんと組めるじゃん。あ、じゃあいいや。うん。おー、ナイス。Okay. セブンオーバー。セブンオーバー。うん。じゃあ後半は、お疲れ様でした。じゃあ後半はプロ対山の対決。そうそう、プロ対山の対決。プロ対山の対決。これがプロよ。これがプロ。これがプロよ。2022年、うん、一言で表すとプロよ。プロになったんだから俺。ああ、ナイスプロ。正式に新人だね。今日もプロのカード出してきたから。はい。プロ価格ありますかっつって。うん。なんでしょうそんな面白いの。なんでそんな面白いの。出してきたんだよ。そしたらやめようかな。最下位だった。炎上しろよ。こういうプロもいるんですよ中には。みんなもプロになる可能性あるからね。可能性しかないね。